藤枝市天皇庁一丁目に所在する県立高等学校。1924年に静岡県立志田中学校として開校した公立高校。略称は東高、藤高。2年時より南関大学受験に向けた分離混合、希望性の特別クラスが設けられている。文部両道を学校方針として掲げており、 高い大学現役合格率を誇る志田ハイバラ地区、トップクラスの進学校であるとともに、サッカー部、山岳部をはじめとする部活動も盛んである。開校時に、サッカーが高技として採用されたため、サッカーの有名校が多い静岡県中部地区の中でも特に有名であり、全国大会の出場も多数。特に、 長池実監督に率いられた1960年代後半から1970年代前半は、同校サッカー部の黄金期であり、国体、インターハイ、選手権の全国3冠を含む8度の全国優勝を成し遂げた。また、1952年からは、天皇杯全日本サッカー選手権大会を3度開催し、1957年の 第12回国民体育大会の際にサッカー会場となり昭和天皇による天壇試合となった現在でも男子生徒は入学時に全員サッカーシューズを必ず購入しなければならない年2回行われる校内大会はサッカーを中心として行われる冬に開催されるマラソン大会では伝統的にサッカー部がスタートの合図を出すなど サッカーの町藤枝の端所としての色合いが強い、幸福である。2009年には人工芝グラウンドが整備された。校庭には1957年の国体の際に昭和天皇観戦のためにスタンドが設置され、現在でも同行 OB や地域住民がサッカー部の練習や試合の観覧に訪れている。他に、 サッカー部 OB によるスクール活動を母体として2002年に発足した NPO 藤枝東 FC ジュニアユースがある。1963年に灰原郡川根本町に川根文校が設置されたが、1966年に静岡県立川根高等学校として独立した。ありがとうございます。